東日本大震災東日本大震災に対する日本国外の対応パシフィックアシスト作戦パシフィックアシスト作戦とはオーストラリア軍が実施した2011年3月11日に日本で発生した東北地方太平洋沖地震に対する救援支援活動オーストラリア空軍の C-17A 輸送機を用いて輸送支援活動を行った オーストラリア政府は地震、津波により、日本が大規模な被害を受けたことを把握すると、救援活動を開始、オーストラリア国内の警察、消防、救助犬等からなる救援隊が編成された。オーストラリア空軍は C-17 輸送機1機を用意し、救援隊を搭載3月14日に横田基地へと到着した。C-17 はその後も日本国内にまり、 日米両政府に協力し、輸送支援を継続している。例えば、沖縄からは、陸上自衛隊第15旅団の人員、車両等を、嘉手納基地から横田基地へ輸送し、千歳基地から花巻空港まで飲料水の輸送を行ったりしている。これらの行動は在日アメリカ軍とも協力関係にあった。 3月22日には福島第一原子力発電所事故の支援を行うため C-17A2 機を追加派遣し高圧放水システムの輸送を行った。一時的にラフは4機保有している C-17 のうち3機を日本に派遣した状態になった。パシフィックアシスト作戦は3月25日に終了し C-17 は 本国へと帰還した。派遣期間中に23装 T を実施し、450トンの物資41両の車両を135名の人員を輸送した。ありがとうございます。